三菱重工、スペースジェットの開発凍結を否定。昨日、共同通信などが、三菱重工が、スペースジェットの開発を凍結すると報じておりましたが、本日、三菱重工は、さまざまな可能性を検討していることは事実だが、開発の凍結を決定した事実はない。引き続き、開発スケジュールの精査を行うとともに、当社グループを取り巻く 厳しい状況を考慮した適正な規模の予算で開発を推進すると開発凍結を否定いたしました。このスペースジェットについては今年5月の時点で開発予算を半分に減らすと発表がなされており、まあ、昨日の報道を見てもそれ以上の情報は特にございませんでしたが現状ですね、この スペースジェットの開発を急いでも航空会社がこの中によって瀕死の状態になってしまっており効率化のために投資をする余力もないためスペースジェットが完成しても購入できないものと思われますこのスペースジェットについては日本初のジェット旅客機ということで なかなか開発が難しく、計画がうまく進まないという問題もございましたが、三菱重工には今後もコロナ禍が終わった後に、航空会社の需要は、航空便の需要はですね、回復すると思われますので、開発を継続していただき、 このスペースジェットを完成させ、コロナ禍における効率的な航空会社の運営に寄与していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。